ちょっと、はい、何年やってんの？させてくれないじゃないですか、いつも。サービスです。すいません、今ツイキャスの方の配信が途切れたので再配信しました。はい。すいません、そう、そんな感じで、エマちゃんがいるかやってきてます。でもだ、いっぱい見てもらったんですけど、うん、でその結果ですよ、はい、何もないって言われました。嘘。怖っ。怖っ。逆に怖いよ、ちょっと。逆に怖っ。で、血液検査と尿検査の結果も見たんですけど、うん、あの、本当に健康値で、うん、で、僕、今年初めぐらいの、まあ、行きつけの、あの病院があるんですけど、そこで、うん、あの血液検査してもらった時に、うん、あの生まれて初めてこの肝臓のあたりがちょっと超えてるっていうのを注意されたんですよ、はい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 、こんなに酒飲むのに、うんうん、はい、でも吉野さんお酒飲む毎日油もん好き味濃いの好き、うん、ちょっと控えようねみたいなことを言われたんですよ、はい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 、あのそれときと同じ値です、全部その2つぐらいの肝臓の数値が悪くて、それ以外は全部もう正常値の健康の範囲の中で、でこのエコーの見ても画像を見ても特に、うん、内臓におかしいところはないねっつって、いやちょっと危ないな、で血液見てもこの炎症反応とかそういうのもないねって、うん、だからなので一応何か胃薬、その胃の働きをちょっと沈めて痛みを和らげるやつと普通に整腸剤をもらって帰ってきました。だから今は大丈夫、それ飲んだら大丈夫、飲んでも痛いっす、うりゃちょっとこれ終わった後あのマジな話よね、怖いあのちょっとタイムリーで僕の知り合いがですねあのそういうことあったマジっすか、はい、ちょっときつく皆さんに代わってきつくあのちゃんとせえと言いたいと思います自分の体やぞと、あのお薬手帳とか僕持ってないんですよ、うん、基本というか、で今回痛いって言ってるじゃないですか、うん、でお薬手帳ありますかとか、ないですとか、じゃあ、まあ、じゃあ次なんとかって言われて、あ作ってないんですよって、なんかちゃんとしましょうねって、でしょこれからは持て、はいヤンキツさん、りょうちん意外って言ってます、あの胃の外って書いて、はい、伝わらないわ確かに見ないと分かんねえ字面、そうそうそう埼玉の郷さん来てます、ありがとうございます、郷さん、山内さん、こんにちは、おじさんウェンズデイ、ありがとうございます、おじさんじゃなくなるよ、はい、でエマちゃん変なもの食べました、わら、いや食べてないですよ、あ食べてないどころか普通通り健康にいっぱい飲み食いしてるんですけど食欲がないとかでもないんですよ、普通に食べれてるんですけど、めっちゃお腹痛くなって、これちょっと本当にやばいな、でトイレもやっぱ回数増えてて、はい、なんでしょうね社長さ、ラジオで笑って言ってるかもしれないけど、こういうのが結構やばいんだ。あ、そんなこと言わない。じゃあ本当に、ちゃんと大きい病院行ってください。あれでしょ？そんな、皮膚科に行かないでさ。皮膚科じゃねえよな。ちゃんと内科に行ったよ。内科行った？行ったよ、ちゃんと。いいところに行ったよ。はい、パパヤさん来てくれました、ありがとうございます。東京から帰ってきて、京都に行って、神戸に泊まって、淡路島に上陸しました、こんにちは。これからちょっくらドラゴンクエストアイランドに寄ってきます。はドラゴンクエストアイランドって何？だからよ。そしてなんでこんなに旅してんの？そうパパヤさん、パパヤさんなんでいつも旅してんの？だからよ、最近あの東京にツイッターとかそういうのを見たんですよ、 X で、うん、旧ツイッターでカッコツイッターで、うん、見たんですけど、うん、なんであそんえドラゴンクエストアイランド教えて詳しくね、淡路島にそんなのあるの？え分かんない、いいな。タミさん、これ僕の胃が痛い話ですね、医者半分ユタ半分だよ、わらそうですね、本当にあの見逃すやついっぱいあるんだよ、本当、うん、本当、もうエマちゃんめっちゃ笑ってますよ、エマちゃん多分ね , 笑い事じゃなくなるやべえ、カーボーイさん来てます、ありがとうございます、吉村総領事、山内大使、美人秘書、ヘラクレスメナマナマナティ皆さんこんばんは、中の日ですね、みんなちゃんと分かってらっしゃる、ありがとうございます。お、なんかもうなんか収録なのにたくさんいつものメンバーが皆さん来てくれてめっちゃ嬉しいです、めっちゃ嬉しいです、素晴らしい、ありがとうございます。タミーさんは、お薬手帳3冊目だよって言ってます、ほらどんだけ通ってるんですか、タミーさん本当にちゃんとしなさ、はい、エマちゃんから怖いな怖いな、うん、あのあれですね、稲川淳二さんですね、怖いな怖いないきなり体をガクッときますからね、うーん、そうなんですかね、もうおじさんだからね、そうね、はい、
でもさ、この吉村亮のこの感じを聞いてたらさ、はい、なんかもう別にいいけどね的なのがある、今見受けられるわけよ。いいけどねと思ってて、うん、そのうち治るだろうと思ってたのに治らんから病院行ったら何もないって言われて、ええー、ってちょっとなってます。でしょ、ちゃんと神経を考えてください。お薬はでもお薬ちょもらったので、うん、それを5日分いただいたので今週飲んで来週交互期待ですよ。そうだね、ちょっと怖いな急にあの番組お休みになったら皆さん察してくださいそうです、ちゃんと僕がアナウンスもしますので責任もタッタミーさん、墓掃除の時変なことしなかったねって、怖い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 大丈夫ですよ、間違ってなんかやってないかな、大丈夫、そんなことないです、はい、じゃあちょっと CM 行きましょうか。はい、じゃあ一旦ここで CM です。CM なんだよ、 OKOKOK プロ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 、これで残り時間どれぐらいなんですか。あとね15分。ああ、よかった。14分ぐらい、分かりました。本当に痛い、ちょっと終わってからだな怖い怖いちょっとあれが弾丸レーザー専用サーキットが気になるんですけど、これ絶対キャンチなんだぜ。しかも弾丸レーサーってミニ四駆じゃなくて流行らなかったやつなんですよ多分ほらあいつ買いそうじゃんそういうのタミヤだけどじゃあいきますか、残り14分ぐらいね、うん、分かりました。そうだったんだ、俺だからあれしたんだね、途中で帰ったの。俺マユがいないから寂しいと思ってたよ、でみんなに言ったよ。いやそれでいいですけどそっか、あの時めっちゃ楽しかったけど、はい、残念だったね、お腹痛かったでしょ。いやでも俺もう最後だったでしょ、お会計も終わってたし飲み放題の時間も終わったし。あ、そうだっけ、はいはい、あれから多分閉店までいたぜ。マジっすか、うん、飲み放終わってましたよ、お会計も終わってましたよ、追加したの、閉店で追加したのかな、買い出されたマジ、うん俺だからそこまでいてちゃんと、あもうそろそろお開きになるなと思ったから、すいません先に帰りますと思って帰ったのに、えらいあそうだから多分だって俺家に着いたのさ1時間しか行ってないよ、2時ぐらいで、うん、遅いね、でしょ、おかしいね、喜びな、喜びで何時までっていうの記憶飛んでるんじゃないの、うん、間抜けてるんじゃない、なんか喜びだけだよ多分楽しかった、はい、じゃあ行きますか、はい、じゃあ行くよ、はい、さあ、どこかの領事館をお送りしております。本日のトークテーマはフリーでございます。はい、はい、パパヤさんが今来てくれたので、そうそう、僕ずっと前から聞きたかったんですけど聞けてないことがあってですね、はい、あのパパヤさんの T シャツいっぱいあるんですよデザインが、うんうんうん、で何回か僕見てるんですよ選んで、はいはいはい、でなんか面白くて T シャツじゃなくてこのデザインを選んでそれを何にするかをまた選ぶんですよ。 T シャツだったりパーカーだったりトートバッグとかこんなのもあるんですよ。で、あるんですけど、パパヤさんすみませんね、その選ぶのが膨大すぎてこの厚刈りの僕が着て一番いい T シャツっていうのが自分で判断できなかったんですよ。 T シャツもいろいろ種類あるの？いっぱいあるんですよ、いっぱい、あのサイズだけじゃなくて、うん、この生地だったりサイズ感だったりデザインだったりが微妙に違うのがいっぱいあるんですよ。もうどれ選んだらいいのか一個ずつ見てるけど全然わからなくて、パパヤさんごめんなさい、おすすめをちょっとだけ教えてください後で、はい、あのコメントでも何でも結構ですので。吉村亮におすすめのやつ、ね、はい、基本 M サイズで普通の M サイズでいいんですけど、うん、あの厚刈りなので涼しい方がいいです、はい、あと最近はあのちゃんとしたちゃんとあのオーバーサイズ的なのも着ますよ。あの前はそうじゃなかったけどおじさんになったから今流行りのおじさんだったからオーバーサイズ着るの？だってもう細くないじゃない？違う、でも今流行りのオーバーサイズあ、そう、はいはいはい、若あたが着てる。そうですそうです、おじさんたちは大体ジャストフィット着てたじゃん。そうそうそう、昔ね、そう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 、うん、なんならチビティぐらいでしたよ細い時は。そうよね、はい、めっちゃチビティ着てたな。着てました、着てました。僕も S サイズ着ましたな、よく着れたなと思います今だからよ、はいS サイズ着てもちょっとデージ痩せてた頃は大きくて俺女物が欲しいなと思ってたもん。ああでも僕の知り合いもいましたよ、女性物買ってる人ね、はい、でも女性物買ったらまたピチティすぎるわけ。そう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 、なんか作りがちょっと違うんですよね、デザインとかもね。そうそう、はいはい、
僕の場合は普通に V ネック着ただけでおばさんみたいって言われます。それはしゃあないな。クルーネックがね、しか着ないから、うん、いつも普段。うんそうね、たまに V ネック着たら、両親どうしたの今日おばさんみたいだね。男女共用ですって言って。何の話やねんってやってました。はい、バベさん、ぜひあのおすすめを教えてください。よろしくお願いします。はい。はい、ね、いるかな、いたらいいな。ヤンキチさん、え、うん、いいなのに、良いけどね、いいけどね、じゃない、いいなのに、いいけどね、え、でもエマちゃんめっちゃ笑ってる。エマちゃん違うのよ、ね。はい、早い話が多すぎて追い切れないってことね。そうですよ、うん、本当ですよ、全然難しかったもん。タミーさん、今日の T シャツはモンパチな、カザトさんプロデュースなやつだ。あ、正解です、正解です。あ、僕ですね。はいはい。タミーさんが自分の着てるやつを説明してるのかと思って。はい、テトラポッツですね、テトラポッツ。モンパチの人なんだ。はい、はい、はい、そうです、そうです。モンパチの中里さんがプロデュースしてる。うん、後ろはなんかついてる。後ろは。あ、これね。こんな感じで。釣りのアパレルなんですよ、これ。あ、なるほど。なので、後ろはこの重りの、釣りに使う重りのサイズ表です。面白いね。で、テトラポッツっていうブランドです。最近ですね、FM ギノも T シャツ作りたくて。ああ、いいと思いますよ。しかも、なんていうのかな。いわゆる、はい、その会社が作るような、ちょっと、あれじゃなくて。硬いのではなくて。もう本当に、普段買ってほしいやつ、はい。おしゃれに着れそうな。そう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 。いいと思います、いいと思います。ただ、いかんせん、僕がもうわからないので、ちょっと口は出しさないように。そうなんですね。もう全然違うからさ、やっぱり。センスが。はい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 。それはね、うん、あの得意な人に任せた方がいいっすよ。そうなんですよ。はいはい、ナルトロさん、男女共用です。うまい言い方ですね。いやいや、ネタ、え、知らんの、ナルトロさん。使え、使え。え、これネタでしょ、完全に。ナルトロ10キロ愛してますから。ほんとっすか、うん。今度、あ、来週来た時に、ちょっとお腹見せますので、ナルトロ。見せるんかい。すごい努力して、すごい10キロってすごいですね、うん、あ、そうか、ボエさん、松尾番内さんの持ちネタです。男女兼用でございます。あ、そうだっけ、まあいいけども、はい、そうなんですよ、はい、もうずっとね、今日山内さんにこの話 しようって思ってなかったんですけどね、うん、未だに思い出せないです、未だに。じゃあ、メールもわざわざプリントアウトしてます。ありがとうございます。メールの方も来てるので、メールの方を紹介したいと思います。そうです、そうそう。あ、これもさっき思ってたのに、CM 明けにやろうって。やばいな。脳みそがやばい。脳みそと胃がやばいな。あ、胃がやばいから脳みそに違いってなるかもしれない。そうかもね。はい。メールです。りょうさん、山内さん、リスナーの皆さん、こんばんは。おじさん、ウェンズデイ。どうも、読谷帰省中の埼玉です。埼玉ですね、やってるもん。ゴーどうした？やっぱいるんだね、ゴーさん。来てるんだね、沖縄。ちょっといい？メールの続き読むもんやね。はい。ちょっと、ゴーさんに物申したい。デジ、俺は依頼ついている。メールの途中なのに？途中なのに。はい、どうぞ。なんで FM 機なの？来ないの。今日なんか Twitter 見たら小座行ってるわけよ。で、読みたいってるわけさ。なんで FM 機なの？来ないの、ゴーさん。今、俺いるよ。だからよ。なんで、ね、FM ギノン嫌いなのか。はいってきてる。はい。あ、今から行くよって。本当。すごい。あんなに双方向ラジオ。コメントしてくれて、ね、メールもくれるのに。ね、エマちゃんがなぜ避けるわ。なんかしたんだろう。何した。あ、ライカム。今ライカム。おもろ。おもろ。面白いな。お、ナルトさん、この前の土日ともゴーさんと会ったよ、笑って。どこでよ。土日だったの、なんでやねん。すごいね。はい、じゃあメールの方いきます。はい。どうも、読谷帰省中の埼玉です。お元気ですか？今日はウークイですね。うちは遅くにウークイします。してから、今回の帰省では、たくさんのラジオ関係の仲間にもお忙しい時間を割いてくださり、お会いしましたよ。ワイフ、地元のエイサーも見れたし、とても充実した時間を過ごせております。本当、ラジオってつながり最高やっさ。りょうさん、山内さんもいつも楽しい番組をありがとうございます。
いや、いいね、はい、あのラジオ関係の皆様にもね時間を割いてくれたくさんお会いしましたよって言ってるけど FM 議論に来てないということで一歩もおもろ今から聞きますって言ってるから、はい、ぜひ歓迎してあげてください歓迎、はい、画像もついてるんですけど、あ、エイサーだエイサーだエイサーやってる、エイサーってさ、うん、エイサーってさ、ごめんなさいね、うん、あのウークイの日に道巡礼するもんでしょ、うんうん、そうですよね、うん、昨日、昨日とか運慶の日に、うん、あの実家でいろいろ作業してたら、うん、めっちゃ音楽聞こえてきて、うんうんうん、なんか何か所かやってたんですよ、今道樹齢ではないんですけど、うん、何か所かでやってて、うん、あれどういうことと思いながら今やらはずよ、本当ですか、なんか給付金もらえるんですか、もらえるもらえるだから多分本当にそれだよ、あの地元の結婚式場の前とかでもなんかやってたっぽいので、うん、はいはいはい、はいはい、どこね、キャッスルハイランダー、やっぱりこれさ、うるま市の会社の忘年会そこだっけ、はいはい、今うるま市大きい箱そこしかないんですよ、そっか、でもさ大きい結婚式とか全部閉めちゃった、閉まったからね、はい、何だったあそこね、結婚式場、ね、三和会館とか、そうその前は乳酸 は一緒に一緒に、その前はなんか出雲会館とかっていうのもあったんですけど、出雲会館もあったね、はい、もう跡形もないです、あれコロナでね、ちょっと大変、うん、ただあの昔ながらのじゃないですか、キャッスルハイランダー、はい、そうです、はい、なんかいいなと思って、やっぱ味あるよね、はい、ああいうの、うんうん、今はああいうとこ少ないですから、そうですね、貴重ですよね、そうですね、うん、確かに、でもコロナでいろいろなくなりましたよね、そういう大きいところもね、なくなったし、閉まったね、老舗の食堂もなくなったし、はい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 、って考えたらなかなかですよ、あの豊見城にあったでっかいあのサムシングフォー西崎さんがなくなったじゃないですか、うん、うわーって思ってたら、うん、最近聞いてまたうわーと思ったんですけど、うん、あそこビッグモーターになってたらしいんですけど、あ、沖縄にもあったんだ、もう潰れたんじゃんみたいな、お前ちょっと前らしいですよ、あの開けたの多分ビッグモーターさんが来たの、沖縄にあったんだね、だからそこを、あ、そこが1個1号分かんないですけど、僕はそこだけ、はい、あのでっかい敷地ずっと借り手がいなかったんですよ、お店紹介でやってビッグモーターダメだよもう最近ネットとかめっちゃこすられてますよ、ビッグモーターさん、はい、なんか伐採しなきゃなとかだったら、ああじゃあビッグモーター行って枯れ葉剤買ってくるわみたいな、あ怖ーと思ってすごいね、はい、まあそんな、違うビッグモーターさんの話じゃないんですよ、はい、はい、そんなのもでもあったみたいなんで、うん、大丈夫かなっつって、なるたらさん来てます、那覇の真壁古島あたりは同じ青年会が28、29、30と場所を分けて道巡礼するみたいです、じゃあ3日間ちゃんとやるんですね、ちゃんとというか3日間も、うん、すごっ、まあ、ちなみに僕の地元は、はい、のエイサー団体はこの最終日にやっぱりちゃんとやって、うんうん、でいろいろいっぱい夜中までやるんですけど、はいはいはい、なのに翌日に公民館でなんかエイサーの夕べみたいなイベントもやるんですよ、すごいねすごい、人いっぱい来るんですよ、もらえる、わかんない、もらえるんじゃん、もらえるかな、うんうんでも今那覇でも今度やってね、エイサーやるからね、うん、僕らの時はなかったんですよ、あ、そっかそっか、もともとね南部中部ですもんね、エイサーの文化ってね、そう南部は田舎の方に行くと綱引きとか旗頭とかありますけどね、エイサーはないですもんね、うん、ないはいはいはい、エマちゃんが山内さん、これさっきの郷さんですね、うん、山内さんにも会ってあげて、だからよ、宜野湾が最後、いやでも宜野湾が最後ってことは、うん、それだけ重きを置いてるのかもしれないですよ、山内さん、そうかな、はい、美味しいのは最後に食べる人かもしれないですよ、そんなふうには見えないんだよさあ、そんな感じでやってまいりましたけれども、残り時間が少なくなってまいりましたのでね、エンディングが流れてます、マジっすか、はい、はい、でも最近エンディング流れても無視してたらですもん、あのギリまで喋るっす、何のために流してるはい、最後ギリギリまでみんなとおしゃべりを楽しんでいきたいと思いますね、はい、はい、さっきちょっとあのお店紹介の話があったんですけど、うんうん、あのちょっとやってみたいけどずっと、うん、あのうって思ってるのがあって、うん、あの僕が行ったけど、うん、ここお店紹介できないなって思ったところをこのどこにもバレないように紹介したいです、うん、ねってラジオじゃなくてってこと、ね、ラジオでだから要はお店の名前とか場所とかを
いいんじゃん。そのお店を特定されないようにすれば、いいんじゃない、あの、いいのかなと。うん、要は、惜しいところとかがあるんですよ。うん、なんか、いろいろと、うんうん。でもさ、それがあるからこそ、結局、取り上げられたお店が映えるじゃないですか。はいはいはい、はい。あ、なるほどね。うん、だから、一応、はい、あの、誤解のなきように言っておきますけれども、本当に僕紹介してるお店は、本当にいいなと思ったところを、うんうん、ご紹介しているので、ちょっとでも自分が行っても、あ、でもなあ、あんまりだなとか、ふーってなったら、いくら老舗でもいくらおしゃれでもやっぱり、うん、やっぱりおすすめはしたくないんですよ。確かにね、はい、そういうのもあります。ぜひそれやりましょう。新しい試みと、ね、ちょっとあの深掘りしちゃうと特定されかねないので、うん、このさらっとこう何か所かをさらっとなんかね、面白いおかしくできた。ああ、そうだね。店行ってないから分かんないもんね、結局ね。も文句じゃないですよ。うん、惜しいなとか、いろいろあるんですよ。あの、面白いポイントが。まあ、面白分かりポイントが。文句です。2周回って美味しくないとか、いろいろあるんですよ。いいね、こだわりすぎて着地がおかしくなってる。たまにあるよね。あれあれ。さあ、残り時間わずかとなってまいりました。本日も、最後までお付き合いありがとうございました。皆さん、ウークイ最後まで楽しんで、ちゃんとご先祖様を送ってあげてください。さあ、来週も週の真ん中水曜日夜8時からは、吉村亮どこかの両時間で、リスナーさんとわちゃわちゃ楽しくやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日も最後までお付き合いありがとうございました。また来週です。いいぐらい、めっちゃいいぐらいかも。これオンタイムぐらいかも。来たな。あざす。はい。さすが俺。これ楽ちんなやつだぜ。あざす。いい。大吉さん、ありがとうございます。沖縄大吉さん、お疲れ様でした。今日聞いてくれた山ちゃんもタミーさんもパパヤさんもひぐみさんも皆さんありがとうございました。ゴーさんもメールありがとうございました。本当に、ね、本当に嬉しかった、本当に助かります。収録なのに皆さん、はい、本当に収録なのにいつもと変わらずこんなにコメントを見ながら喋れるなんて思わなかったので、最初ねめっちゃ楽しかったです。ちょっと大丈夫か風じだったけど、はいはい、皆さん本当にありがとうございました。また来週行けましたね。